警察によりますと、昨日午後3時45分ごろ、光市室住の県道をシニアカーで横断していた98歳の男性が、普賢寺方面から国道188号に向かって走ってきた軽乗用車にはねられました。この事故で男性は頭を強く打って、頭蓋骨骨折などの重傷を負いました。軽乗用車を運転していた下松市の27歳の会社員の男性に怪我はありませんでした。現場は片側一車線の直線道路で、当時は普賢祭りが開催されていた影響で、周辺では渋滞が起こっていたということです。警察で事故の原因を調べています。